犯人が無事でよかったわ。無事なもんか。現場で見つけた時は頭ぶち抜かれてたんだぞ。すでに死んでるからよかっただけだ。先決様が近くにいてくれなかったら気づくのが遅れてました。近くで大きくてまがまがしい力を感じたんだ。あれはそうそう感じれるものじゃない。ごめんなさい、私がいながら絶を救えなかった。ゆゆこ様、絶様は本当に消滅してしまったのでしょうか。間違いないわ。この冥界で全く気配を感じれなくなった。う、絶ちゃん、絶ちゃーん。うわあ、安元様。くそ、ちょっと外の空気吸ってくる。先決、あなたも十分気をつけなさい。警戒態勢とはいえ、どこに敵が潜んでいるかわからないわ。ああ、わかってる。先決様、表情が苦しそうでした。あの子はああ見えて仲間思いだから、今の現状と安元の悲しんでる姿は見たくなかったんでしょうね。う、私が一番しっかりしてないといけないのにね。私、ちょっと先決ちゃんと話してくる。大丈夫ですか？傷だってまだ治りきっていない。私は魂だから見た目に比べて案外平気なのよ。それでは行ってきます。やっぱり私のせいよね。でもゆゆこ様も操られていたんですから仕方ないですよ。でも、本当に記憶とか心当たりはないのですか？やっていたことは覚えているのだけれど、どうしても犯人に関する記憶が思い出せないの。そうですか。ここは霊泉さんの時と同じですね。でも何か共通点はあるはず。どっちにしろ今は冥界から離れることはできない。私は私でこちらでできることをする。幻想郷や現世は皆さんに任せます。クソ、絶の野郎、俺にやられる前にくたばりやがって。俺はお前を倒すためにいろんな戦術を考えてたのにな。いつも偉そうで、でもやっぱりリーダーなんだなって納得してしまって。結局お前は俺をムカつかせてばかりだ。みんな悲しませてるぞ。それで何が六名王だよ。もうあいつらの悲しむ顔は見たくないぞ。絶、誰だ、そこにいるのは分かってるんだ。さっさと出てこい。実感の鋭いやつめ。ほとんど霊にしてた力を感じ取るとはな。は、 0.1 でも出てたらアウトなんだよ。なるほど、まだ新しい力を制御しきれていないらしいな。なことどうでもいい、てめえは何者だ。名乗るほどでもない。なぜなら今からお前は俺に食われるのだからな。食いだと。安心しろ、恐怖など与えん。無防備に俺に近づいたこと後悔させてやるぜ。な、残念、ダメージを受けたのは帽子だけだったみたいだな。もう帰るのか、ならせめてお土産くらい持って帰れ。マジかよ、あの近距離で無事かよ。バカでかい力だな。で、ダメだ、飲み込まれる。うわあ。これで二人目も捕獲完了ってところか。この冥界は素晴らしい。私の餌が腐るほどある。ここの住人すべてを食らい尽くせば俺は毒虫の王になれる。やっぱり毒虫のやつか。ほう、どうやってあの攻撃から抜け出した。俺の能力だ。俺の血を使って俺の身代わりと俺の立ち位置を瞬時に変換したんだ。なるほど、面白い能力だ。面白いものか。これを発動するためにわざわざ俺自身から血を出さないといけないんだからな。なんだと。悪いな、俺に物理攻撃は通用しないんだ。どうかな、優位に立てた気分は。クソだー。おう、無意味と分かって距離を置いたか。賢いじゃないか。これが毒虫かよ。どうやって倒すんだよ。このまま食われるしかないってことだ。俺が食った六名王みたいにな。俺が食った。あいつ今なんて言った？俺が踏んだ六名王みたいにな。あいつが絶を消滅させたのか。これで二人目も捕獲完了ってところか。二人目、そういうことか。お前が絶を消滅させたのか。消えてなくなりやがれ。おう、これが霊波動ってやつか。一気に強くなったな。この余裕すぐになくしてやる。ほう、俺の背後を取るか。それで俺の上にあるものはどうするのかな。まずこの手元にある一歩落ちるものは捨てろ。風や、燃えろ、抜けやろう。クソ野郎が、そのまま燃え尽きろ。ベッル、お前の仇、少しは取れたか。そ、しぶとい野郎が。今のは少し驚いたぞ。さっきも聞いたが、やはりお前は手を操る能力者か。なるほど、つまりあいつが場所を追えば追うほどあいつのフィールドになるってことか。めんどくさくなる前に一気に片付けるか。以前食った六名王の力と冥界の魂の力を使ってみるか。
功、素晴らしいな。まさかここまで力が上がるとはな。この力、お前で試させてもらうぞ。そ、化け物か。千万以上。ダメだ、歯が立たない。さあ、俺も一部となれろ、組めよう。か、く、そ、さ、まずい、このままだと俺も敵と同じく消滅してしまう。先決から手を離しなさい。ほう、これが噂にっくり未成の王の暗闇というやつか。不思議なものだ、何をされているのか全くわからないな。解除。うお、まさかここまで攻撃を食らっていたのか。もう誰も失わせない。まだ来るなら私も本気であなたを倒す。そう、ちょっとダメージを受けすぎたみたいだ。まだ戦闘力に体が馴染めていない。今は分が悪いか。来るか、来るなら容赦しないぞ。今回は見逃してやる。前回に行く前に重傷を負うのはごめんだ。命拾いしたな、六名を。大丈夫先決。すまない、助かった。あのままだと俺はやられていた。よかった。それじゃあそのまま白玉楼に帰りなさい。何を言ってんだ、まさか追いかけるつもりか。あいつさっき去り際に次の目的地を喋っていたわよね。展開って。でも俺もお前も傷を負ってんだ。今ここで無茶するわけには。あいつ、冥界にいる魂も吸収してたわよね。なんで知ってんだ。わかるよ、私は冥界の魂全員をちゃんと把握しているんだから。でも私が倒れる前に比べてかなり魂の数が減ってる。マジかよ、そこまでこの冥界を把握してるのか。絶対に許せない。ゼクちゃんの件でも許せないのに、冥界のみんなまで吸収するなんて。私が絶対に倒す。冥界にいるみんなのために私があいつを倒す。そうか。先決ちゃんでも私を止めるなら容赦しないよ。止める、誰が。止めやしねえよ、むしろ僕が。俺を連れてけ。俺だって一方的にやられてムカついてんだ。このまま黙って冥界にいられるかよ。いいよ、さっき戦った通り相手はかなりの格上だよ。ああ、1対1なら勝機はないだろう。戦闘力も桁外れだ。だが俺たち2人なら倒せるかもしれねえだろ。そうだね、なら先決ちゃん、風のところ悪いけど私についてきなさい。今から展開に向かう。そして冥界を危機に陥れたあいつを倒す。おう、行こうぜ、アイゼン。ゼクちゃん、みんな、必ず仇は取るからね。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。